ザムエル・シャイトは、ドイツ初期バロックの作曲家、オルガン奏者。85年生まれのハインリヒシッツ、86年生まれのヨハン・ヘルマン・シャインと共に、ドイツバロックのサン・エッスと呼ばれる。シャイトは、ハレアン・デ・アザーレで生まれ、トーチで学んだ後、スウェーディンクに支持するためアムステルダムに赴いた。スウェーディンクは著名なオランダの作曲家であり、シャイトの音楽様式に、 顕著な影響を与えた。晴れに戻ったシャイトは、宮廷オルガン奏者となり、後に、ブランデンブルク編教博の宮廷学長に就任した。当時の多くのドイツの作曲家とは異なり、シャイトは30年戦争の間もドイツに止まった。秩序が回復し、宮廷学長としての地位を取り戻すまでの間、シャイトは、教師としての仕事や、作曲の仕事を、細々と続けながら、 戦時下を生き抜いた。シャイトは、ドイツバロック期におけるオルガン曲の作曲家として、国際的に名声を得た初めての人物であり、また宗教改革の結果確立された北、ドイツ様式の最盛期の作曲家の一人でもある。南ドイツやヨーロッパのその他の国々においては、宗教、芸術の両面で、ローマの影響が色濃く残っていたため、依然として大半の音楽が、 イタリア様式の派生物であった。一方プロテスタント地域はローマの影響から隔絶されていたため音楽家たちは近隣の地域とは大きく異なる新しい様式を容易に発展させることができたのである。シャイトの音楽は大きく2つのカテゴリーに分類することができる。多数の鍵盤音楽を含む器楽曲と無伴奏あるいは通奏低音ないしその他の楽器の伴奏による 宗教制楽曲である。シャイトのオルガン曲は当時非常に有名であったが、その後バッハの音楽の影に隠れてしまった。シャイトはおびただしい数のコラール前奏曲においてしばしば低旋律変奏の技法を用いた。低旋律変奏とはコラールの各フレーズが異なるリズムの主題を用い、曲がクライマックスに達するまでいくつかのフレーズによって構成される。 各変装が段階的により、技巧的になっていくという技法である。コラール前奏曲に加えて、シャイトは多数の風ガや部曲組曲及びファンタジアを作曲している。また、シャイトは多数の宗教声楽曲及び世俗声楽曲を作曲しており、そのうちの多くが現存している。ありがとうございます。